岐阜市では外国人から見て岐阜市がどんなところなのかを調べるため110人にアンケートを行いました。あなたにとって岐阜市とは、聞かれた外国人はどのように答えたんでしょうか。そしてそこからどんな岐阜市の姿が見えてくるんでしょうか。アンケートは市内在住在学在勤の110人を対象に平成28年7月に行われました。質問内容は出身国、年齢、性別、岐阜市に来たきっかけ、岐阜市に対するイメージ、好きな場所、お気に入りの店、驚いたことなど様々。そこから見えてくる岐阜市とは一体どんな街なんでしょうか。まずは岐阜市国際課の加藤さんにお話を伺いました。岐阜市にはどのような外国人が多いんでしょうか。岐阜市には約8500人の外国人市民が生活しています。国籍は中国が約3000人で一番多く、次にフィリピンが2000人弱、韓国、朝鮮が1400人程度と続きます。留学生や技能実習生も多いですが、永住者や定住者といった長く日本に住んでいてこれからも住んでいく方が全体の5割以上で大変多いですよ。それだけ岐阜市が愛されてるってことなんでしょうかね。はい、そうかもしれませんね。外国から来た人たちは岐阜市のどこが気に入っているんでしょうか。そこでアンケート結果をもとに外国人から見た岐阜市のええとこベスト5をご紹介していきましょう。解説していただくのは岐阜市国際交流協会の職員、ラマダ女性だとさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラマダさんはどちらのご出身なんですか。私はフィリピンのミンダナウとダーバオ出身です。岐阜市には何年ぐらいですか。私はミノカモに住んでいますが、岐阜市の国際交流協会に今年で4年目になります。ラマダさんは日本語がすごくお上手ですけど、どちらで勉強されたんですか。ダーバオ市には日系人の人が多いので、日系人が通っている大学に日本語の勉強をしました。じゃあ今日はもうたっぷり岐阜市について解説してくださいね。はい。それではベスト5を発表してまいりましょう。外国人から見た岐阜市のええとこ第5位は、人が優しい七京です。人が優しいですか。もうそれはそうですよね。どうですか、ラマダさんも岐阜市の人は優しいなと思ったことありますか。そうですね、道に迷った時に丁寧に教えてもらいましたし、スーパーの店員さんも丁寧だと思います。アンケートでは礼儀正しい、マナーが良い、お店のサービスが良い、交通ルールを守るなどの意見が上がりました。岐阜市の方がというよりは日本人の美徳ですよね。中でもびっくりしたことはという質問にはこちら、無人の野菜販売所という意見がありました。まあ、私たちからするとそんなにびっくりするような光景ではないんですけれども、ラマダさんどうですか、やっぱり不思議な光景ですか。そうですね、私は最初に見た時に本当に驚きました。私も日本に来たばかりの頃に母と一緒に散歩に出かけた時に野菜が置いてあるところを取り掛かりました。野菜は美味しそうだったので買おうと思ってたんですけど、店員はどこにも見当たりませんでしたので、箱を見てみたらここにお金を入れてくださいと書いてあるので本当に不思議な感じでした。それは実際に買ってみたんですか。買ってみましたよ。じゃあもうワクワクしますよね。そうですね、ワクワクしながら野菜を取りました。続いて外国人から見た岐阜市のええとこ第4位は、水がきれい、13票です。アンケートでは川がきれい、水がおいしくてきれい、そして中には水道水の水が飲めることに驚いたなんていう意見もねあったようです。ラマダさんはどう思いますか。そうですね、川に流れてくるゴミもないのですごく驚きました。そうなんですね。じゃあフィリピンの水事情っていうのはどうなってるんですか。フィリピンでも水道水を直接飲むことができますが、ミネラルウォーターのタンクを買っている家庭もあります。
僕のふるさとは世界で表彰されるくらい水がきれいですが、その水を飲んできた僕は岐阜市の水が美味しいと思うので、とてもきれいだと思います。続いて外国人から見た岐阜のええとこ第3位は、観光スポットイベントがたくさんある29票です。イエーイ。はい、アンケートでは好きな場所の上位が長良川、金華山、岐阜城、信長像、そして岐阜公園、メディアコスモスなどずらりと並んでいました。そして好きなイベントは長良川花火大会、長良川鵜飼などが挙げられています。また中には古い街並みがあるところが良いという意見もありました。山田さんはどうですか、見どころは多いと思いますか？多いと思いますよ。好きなスポットは岐阜城です。山の頂上にお城があってびっくりしました。素晴らしい景色だと思います。それにロープウェイに乗るのが楽しみです。フィリピンではロープウェイに乗ったことがなかったので、初めて乗ってワクワクしましたよ。夜景も綺麗だと聞いたので今度行ってみたいです。一緒に行ってみませんか？ありがとうございます。金華山の周囲の古い町並みは長良川中流域独自の文化が継承されているとして、国の重要文化的景観に認定されています。その一角にある河原町屋さんでちょっとコーヒーブレイク。美味しい。美味しいですね。こういったねちょっとした古民家の中で飲むコーヒーもね、また別なものですけど、実はですね、私たちこのコーヒーを飲んでのんびりしているわけではないんですね。外国人のアンケートでよく行く飲食店でコーヒーショップが2位になっていたんです。ちなみに第1位はお寿司屋さんでした。山田さんどうですか、コーヒーはよく飲まれますか？そうですね、コーヒーはよく飲みますよ。フィリピンではどうなんでしょう、皆さんコーヒーとかは。コーヒーは、たくさんお砂糖を入れて甘いコーヒーが大好きらしいんですね。結構皆さん甘党なんですね。そうですよ。フィリピンは甘いのが好きで、スパゲティとかも甘くして食べますね。そうなんですか。でもロマランさんブラックですよね。そうですね、私はブラックコーヒーが好きなので、お砂糖はあまり入れないですね。そうなんです。もしかしてちょっと変わったフィリピン人ですか？それではベスト2発表の前に、番外編として外国人に聞いたよく行くお店ベスト5をご紹介したいと思います。じゃん、まず2位ショッピングモール、4位服屋さん、そして5位コーヒーショップと続いていますね。じゃあこの1位とショッピングモールと同票の2位、山田さんどれだと思います？そうですね、それどちらかが寿司屋さんかもしれないですね。そうですよね、はい、さっきもお話出てましたけど、コーヒーショップよりかは上の方かなっていう。じゃあ寿司屋さん1位にどちらだと思いますか？2位がいいかもしれないですね。2位、分かりました。じゃあちょっと2位開けてみましょうか。じゃじゃーん、寿司2位よ。すごい、さすがよく岐阜市のことよく知ってますね。さあ2位はお寿司屋さんでした。1位は何か想像できますか？なんでしょうね、はい、じゃあ皆さんもねよくご存知だと思います。開けてみましょう。1位はこちらです。じゃじゃーん、スーパー。スーパー、なるほどなっていう感じですけど、スーパーは行かれますか？そうですね、スーパーは、いつもお弁当を作るので、その食材を買いによくスーパーに行きますよ。スーパーは買い物をするとポイントがたまって、そのポイントを買い物で使えるのでいいですよね。いいですよね。山田さんポイント貯めてるんですか？貯めてますね。はい、皆さんもよく行く1位がスーパーということでしたね。はい、メインヤムソーを訪ねてみました。特定の飲食店としては一番の得票6票を獲得しています。やはり岐阜大学の前にあるということから、留学生御用達といったところでしょうか。人気の台湾混ぜそばをいただきました。美味しいですよね。だしがすごいきてますよ。だしがすごい、もうなんか本当な感じ、よくわかってますね、おだし。いや美味しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあこちらやっぱり外国の方は多いんですか？そうですね、あの近くに岐阜大学があるので、あの留学生の方とかいらっしゃいますね。そうですか。何か特別に気を使われたりということはあるんですか？そうですね、まあ、特にはあの皆さん日本語も上手にお使いいただけますし、あの礼儀も正しくあのよくあのしていただいてるんで、あの普通のお客様と同じように対応させていただいてますけど。そうなんですか。でもやっぱりこの岐阜市にすっかり馴染んでらっしゃるっていうことですよね。そうですね。さてベスト5発表に戻りましょう。外国人が見た岐阜市のええとこ第2位は、住みやすい。3、15票です。アンケートでは静かで安全な街、清潔な街、空気がきれい、そして日本の真ん中で名古屋市が近いという意見がありましたね。特に驚いたこととして、後ろにもバス停がありますけど、バスや電車が時間通りに来るという意見もありますね。なるほどなと思ったんですが、ラマダさんどうですか？住みやすそうだなと思いますか？長いこと岐阜市に住んでいる親戚がいますので、そうだと思いますよ。すごく田舎でもすごく都会でもなくて、住みやすいところだなと思います。飛行機に乗るにも中部国際空港まで1時間程度で行きますし、交通がとても便利だなと思います。名鉄電車では岐阜市が始発でほとんど座れるので、すごくいいだなと思います。あ、そうですよね。外国人の方からすると国際空港が近いっていうのは大事ですよね。近いんですよ。近い近い。そして外国人が見た岐阜市のええとこ第1位は、自然が豊か。45票ということで、アンケートでは山が多い、川が多い、自然が多い、山地水明な町、都会なのに田畑があるなどの意見がありました。山田さんどうですか？そうですね、大都会に行くと物も音も人も溢れていて、物価も高いですね。岐阜はゆったりしていて、山や川もあって、自然が近くにあるので、いろいろな楽しみがあると思います。私が生まれた故郷も山に囲まれていて、緑が多くて自然豊かな町だったので、岐阜市の自然を見ていると故郷を思い出します。外国人から見た岐阜市のええとこベスト5をラマダさんと一緒にご紹介してきましたけれども、結局水がきれいで古い町並みがあって、都会でありながらちょっと田舎で住みやすい、そして人が優しい、なんだか日本人が思っている岐阜の良さと同じようなものが上位に来ているような気がしましたね。ラマダさんはどう感じますか？岐阜市で生活している外国人も日本人と同じ岐阜市の良さを感じているということですね。当たり前に思えるようなことでも、それが岐阜市の魅力につながっているんですね。なるほど。その当たり前が大事なことで、そして素晴らしいことなんだっていうことですね。そうですね、その素晴らしさを海外の人にももっとアピールしていきたいですね。はい、わかりました。さあ、皆さんもこの岐阜市の風景の素晴らしさを再認識して大切に守ってください。そして周りに、世界に発信してくださいね。ラマダさん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。